YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日紹介する車はこちら、ナッツ RV さんのラディッシュというバンコンになります。レース車がですね、トヨタのレジアスエースですね。こちらですね、外部電源のコードつなげる部分ですね、コネクターの部分、ここについてます。車両のね、右後ろについてます。キャブコンのイメージが強いナッツ RV さんですが、このようにねバンコンも作っておられまして、そのね中も非常に興味深いところでございます。では早速車内見ていきましょう。レッツゴー。では車内お邪魔します。よいしょ。あ、すげえ、やっぱナッツさんの車って感じがする。はい。あ、すごいわ。ではまず画面左側、運転席部分から見ていきましょう。車自体はね、トヨタのレジアスエースという車になるので、まあ運転はね、特に問題ないかと思います。すごい広いわ、この車。入ってすぐのところにあるのが、こちらですね、2列目のシート。今、このように後ろ向きになっておりますが、ここの部分を上げて、こっちを下げれば、このね、2列目のシートも走行方向、前を向いて座ることもできます。そしてね、その奥に見えるのがシンクとキッチンですね。このようにステンレスの、しかも結構深いですね、シンクと、この扉開けるとね、冷蔵庫、こちらが冷蔵庫になってます。で、この冷蔵庫を閉めれば、ここの上をね、作業台として使うことも可能です。ちなみにこのね、シンクのタンクはここの下の部分から出し入れすることができます。で、こちらのテーブルですね。こちら、テーブルになります。キャブコンのテーブルよりは、まあ、一サイズちっちゃいテーブルにはなりますが、しっかりとね、したテーブルをつけることができます。で、こちら、今、後ろなんですが、3列目のシートが倒してベッド展開されてます。かなり広いわ、これ。でね、こちら2段ベッドになってます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。